今回のスピーチューブはこちらになります。おー、街歩き探訪。津山城ね、築城当時溶剤置き場がこの地にあったと。もともとなんかこのお遊び場があったらしくて、大人の遊び場、昔この城下町に大人の遊び場があったということです。そちらに今日は行ってみようと思います。最後までよろしくお願いいたします。なんかありますね、像が。はい、今日は津山にやってきました。街歩き探訪ということなんですけども、もう鶴山公園からすぐ近くのエリアに来たんですけども、なんか奥津温泉みたいな雰囲気のある感じですけどね、昔ながらの場所なんでしょう。あ、これだ。津山城ね、築城当時溶剤置き場がこの地にあったということですね。で、まあなんかいろいろ書いてるんですけど、まあなんかいろいろ栄えた場所なんですけど、もともとなんかこのお遊び場があったらしくて、東大板書跡。出入り口には軍事面と治安維持の面から板書が置かれていたと。あ、これここがお城に行くためのなんか板書があったのかな、これ。で、今日はね、ここにあったなんかその遊郭跡地をね巡ってみようかなという企画でございます。ここだ、はい、ここだね。いろんなお店がありますね。それでは早速歩いていきます。どんな旅になるか楽しみですね。酒屋歩いていきましょう。長屋がなんかいい雰囲気を出してますね。こちらなんですけども、出雲街道の旧道ということですね。だからこんな感じでね、商店が立ち並んでるんですね。3ステップ、履きやすい、履きやすく、より安く。看板屋さんがねあったんですね。すごっ。自転車屋さん、なんか橋があって、なんかそっから先に遊郭に行けるみたいならしいんですよ。ここだったかな、この橋だったかな。
でなんか周りにねこういう水路があって、まあ、こっからなんか逃げれないじゃないけど、この橋からですな。橋の名前もねあるんですけど、この橋です。この昔ながらのこの周辺に津山遊郭があったんですよね。ブログなどでは歴史的な場所としてこちら紹介されてるんですよね。ぜひチェックしてみてください。ちょっと入っていきましょう。お寺さんです。普通のお寺ですね。そう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 。その当時貸座敷が18軒あり、90人の将棋が在籍したと言われているそうですね。今は痕跡とかそういうのはないんですけども、全国遊郭案内に当時の情報が記載されているそうです。こちら本なんですよね。今があったりとかしたのかな。再び先ほどの商店が並ぶ旧出雲街道に戻りました。宝石店。なんかあるね。伏見町。あ、岐阜県の地名か。なんか飲み屋街みたいな雰囲気になってきたね、これは。うん、まあ昔から栄えていた京町。最先端のストレッチ、あ、ダンス的な、クリーニング店でございます、こちら。これ行ったら商店街ですね。中華料理入り口。いいね、なんか美味しそう。うん、ちょっとここ行ってみようかなと思います。どうぞ。営業中ってことですね。いいね、味があってすごい僕の好きなところです。
大町か、うん、津山のやつかな。はい、来ました。老舗ですね。はい、ありがとうございます。コショウが入ってないから、このスープは。お好みでコショウを入れてください。はい、来ました。ね。出来たてでございます。がっつり。がっつり。じゃあいただきます、うん、うん、あ、おいしい。はい、ごちそうさまでしたね。めちゃめちゃ安かったね、日替わりはね。めちゃめちゃやばくない焼き飯650円っていう日替わりかな。めちゃめちゃ安い。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。裏番スピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。イエイ、ありがとうございます。はい、どうも